董卓暗殺に失敗した曹操は辛くも洛陽を脱出、逃避行の末新竜へたどり着いた。天がわしを生かしたのだ。兵を挙げ今度こそ逆賊董卓を討つ。董卓討滅の詔勅を得たと称し義兵を募る曹操、その声に応じ有志が多数集まった。その中には曹操の一族である優将たちの姿もあった。みな、よくぞ来てくれた。むしろこの時を待ち望んでおりました。曹操殿が天下に名乗りを上げる時を。この乱世を治める力を持つ者は曹操殿を置いて他にはおりませぬ。夏侯惇殿の申される通り、わしらの力存分に使ってくだされ。わしらが力を合わせれば恐れるものなどありませんぞ。よくぞ申した。董卓討伐など足がかりに過ぎん。これより我が覇道を天下に示すのだ。見解を述べい。はい。厳しいかと思われまする。構わん。着手せん。使えそうなものはいるな。着手せん。何かおかわりでも。一つひら忠誠を誓いまする。失礼するぞ。光栄にございまする。構わん。任せよ。これより主と仰ぎまする。申し上げます。なんと利なく益なし。バカな。死とひらめいた。天数総猛徳の衆にや。かしこまった。任せあれ。進むか。今だ。引っ掛けてやれ。
男が教えてやろう。せっ、やられたか。進むか。この目が見届けるぞ。一心不乱に戦え。せっ、やられたか。天数、総猛徳の手中にあり。行け。総猛徳の道、阻むを許さず。着手せん。少しいいか。かしこまりました。ほほう、失策を食いるがいい。断る。見ての通りだ。このようにしてはいかがでしょう。うん。着手せん。行くぞ。さて、どうだ。失礼するぞ。うむ。一つひらめき申した。受けよう。ありがたし。一つひらめき申した。構わん。すまんな。行くぞ。ご報告いたしまするぞ。うん。厳しいかと思われまする。さて、どう解き伏せるか。こたびは平にご容赦くだされ。いざ。さてさて。これぞ誤ったど、うん、仰せのままに。総猛徳に任せよ。着手せん。行くぞ。
さて。失礼する。うむ。一つひらめ、そう総盲督の言葉に。これはいっ、ごめんなさい。調子はいかがか。お初にお目にかかりまする。失礼いたす。変わりないか。調子はいかが。変わりないか。理屈はこう。面白い。これぞ。あや。孫子。孫子の応用では。さて。失礼するぞ。うむ。一つひらめ、策がござる。もう一度。縁本社に。いず縁本。これぞ。あや。耳に入らぬな。受けよう。行くぞ。ご報告いたしまするぞ。うん、たやすきこと。なんと。見ての通りだ。な、何を。意味が分かりかね。サイとの出会いこそ我が本懐。そう総盲督の思考。そんな。うん、そう総盲督の道に誤りなし。これぞ我が歯。波動を阻む者は覗くのみだ。バカな。董卓討つべし。曹操が発した檄文に応え、各地の諸侯が参集した。天下万民がため、官室をないがしろにし、戦王を極める逆賊董卓を討つ。連合軍の名手には曹操の推挙を受け、袁紹がついていた。名手にはてっきり
発起人たる貴公が疲れると思ったのだがな。炎章殿は四世三公の名門、他に名手にふさわしい者はおるまい。おお、さようか。正義は我にあり。皆の者、進め。こうして反董卓連合軍は撤退、勢いのままに止水館へ攻め寄せた。